にちは、梅ちゃんこと梅澤明です。今ニョキニョキっと来ている注目の人にお話を伺うインタビューバラエティー水曜のニョキ。今回のゲストは宮崎修斗さんです。宮崎修斗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回ファースト DVD、はい、シューティングスターズが発売されましたが、はい、マジっすか。DVD 宮崎修斗ファースト DVD シューティングスターズ、これはどのような内容になっていますか。そうですね、いろいろまあ密着ドキュメンタリーみたいな感じで役者感語ったりとか、うん、もう自分の人生観なんか語ってたりとか、うん、あとは沖縄にロケ行かせていただいて、うん、まあ、自分がやりたいことがたくさん詰まって、うん、本当にバラエティ豊かな内容になってるんじゃないかなと思います。はい、打ち合わせをもうスタッフさんたちとして、うん、どこに行きたいかからもう本当自分で考えて、うん、あの沖縄にロケに行かれたっていうのは、はい、じゃあこの宮崎さんが沖縄に行きたいっていうふうに。そうですね、旅行でなんか友達同士でできることと、うん、また DVD とかでできることってまた違うなと思ったんで、うんうんうん、自分が知らない沖縄を見てみたくて、知らない楽しみ方もしたくて、今回沖縄を選びました。ロケの沖縄楽しかったですか。楽しかった。楽しかった。楽しかったですよ。この DVD の発売記念の握手会が開催されそうですね。はい、もう DVD 購入していただいた方対象で、はいはい、DVD 発売記念握手会イベントが、11月14日、うん、ニッポニーキャニオンでやるんですけども、うん、どんだけ来てくれるかドキドキしてますけど。ドキドキしてますか。ドキドキしてますね。はい、ではここからはゲストの過去を掘り下げていきます。題して梅ペディアのコーナー、うん、イエーイ。ちょっと梅ペディアというのはですね、はい、ちょっと梅沢の梅で、あ、ちょっとあの某インターネットの3日くらい詳しくちょっとなろうかなみたいな、はい、感じです。はい、じゃあ早速あのまずは子供時代から遡っていきます。はい、宮崎さんどんな子供でしたか。子供時代はやんちゃでしたね。一回保育園で、はい、やんちゃすぎて先生に押し入れに閉じ込められたことがあってお前はここに入れもうちょっとここ入れなさいっつって、はい、押し入れでも窓があって、はい、シーツ全部つなげて柱にくくりつけて2階の押し入れからシーツ伝って降りるっていう脱出すごいですね。いや先生もじゃあ相当手がかかるお子さんだったんですね。だいぶやんちゃでしたね。でもともと芸能界に憧れというのはその子供の頃はあまりなかった。なかったですね、うん、小学校の卒業アルバムのページにはあの将来の夢にになるだけ書いてあってなんかもう典型的なガキ大将というかそんな感じだったんですね。とにかくなんかビッグになろうっていう子供ではありましたけど、はい、別にそれが芸能界でも何でもなかったですし、はいはい、でその子供の頃にこう好きだった芸能人の人とかはいました。子供の頃好きだった芸能人、はい、小学校の時は覚えてるのはスピードさんのコンサートとか行ってたなって記憶が、姉が好きで、はい、その影響もあって一緒に行ったこともあったりとか、ね、保育園の時だけダンス教室通ってたことがあって、はい、あ、でもダンスやってたらもう初めて踊ったのはスピードさんでしたね。おお、でも難易度高いですよね。高い子供には真似できない、はい、で、あの芸能界入りのきっかけはどういう感じですか。きっかけはそうですね、あの小学校の時にバスケットのクラブチームに入ってたんですけど、はい、その時に憧れてた先輩が芸能界に入って、うん、で全然もう小学校以来会ってもないし全然し、ま、未だに会ってないんですけど、この先輩にもう一回会いたいなって単純に思ってこの世界でしたね。へえ、本人も多分未だに知らないと思います。知らないんですか。知らないと思います。え、その人にじゃあこうあのその人に憧れて入ったよっていうのをじゃあまだ伝わってない。そうですね、いつか現場で一緒になったら伝えたいなと思って、先輩とかで、まあ、友達になってる人とかもいるんですけど、
俺の友達も知り合いだったりもするんですけど、はい、プライベートでは会わないって思って。いやでもその人それ知ったら嬉しいでしょうね。喜んでくれるといいなと思いますけど、うん、そうですよね、はい。